者はせん。この聖帝サウザーに歯向かう者には死あるのみ。ジャグレな、どうしたよケン、そんなに慌てちまって。エデンが聖帝軍に襲われている。聖帝軍だと？クソ、奴らとうとう動き出しやがったか。俺たちがエデンから離れている時に襲ってきやがるなんて。すぐにエデンに戻るぞ。呪文の修復はまだ間に合ってねえ。今襲われたらひとたまりもないぞ。エデンの中に侵入してやがる。ケン、片付けるぞ。ああ。ああ。ああ。うん。よし。Huh!
大丈夫かてめえら。ジャグレー隊長、すみません、我々では聖帝軍の進攻を食い止められませんでした。なことはどうだっていい。貴様は無事か。申し訳ありません。貴様様は聖帝に連れ去られてしまいました。何？貴様が心配だ。急ごう。ケン、二手に分かれよう。その方が早く聖帝の野郎を見つけられる。分かった。じゃあ俺は東側から探していく。ケンは西側から探してくれ。ああ、気をつけろよジャグレ。お前もな。エデンの中はきっとどこも聖帝軍だらけだ。レイ。すまない、ケン。俺では奴を止められなかった。ケンシロス。ケンシロウだと。そうか、昔あった北斗のガキか。でかくなったな、小僧。お前が聖帝サウザーか。貴様を話せ。この聖帝、お前ごときの指図は受けぬ。この町には豊富な水と無尽蔵の電力がある。そして女にも困らない。気に入ったぞ。ところでお前はなぜここに来た。こいつはお前の女か。いや、だがこの町には俺の愛する女がいる。愛ゆえか。くだらぬ理由だ。そんなものにこだわる人間の気が知れぬ。ここに俺の居城を築くとしよう。女、喜ぶがいい。お前の町はこの聖帝サウザーに捧げられるのだ。すべてあなたの思い通りに行くと思ったら大間違いですよ、聖帝殿。ほう、随分と強気だな、女。だがお前に何ができる。あなたを殺すことです。こんなおもちゃで俺を殺せるとでも思ったか。貴様、いい加減にしろ。どうした。それで終わりか。お前はもう死んでいる。ほう。飛行人中局をついた。飛行の中で最も破壊力を持つ必殺の飛行。貴様の命はあと3秒。3秒か。面白い。ならばその3秒数えてやろう。一つ、二つ、3つ。何？分かったか小僧。この体に北斗神拳は効かぬ。
俺の体は生まれついての帝王の体。誰も俺を倒すことはできぬのだ。そんな、ケンシロウさんの剣が効かないなんて。バカな。確かに飛行をついたはず。さあ、どうする、ケンシロウ。ほう、北斗神拳が効かぬと分かりながら、なお俺とやり合う気か。面白い。なんと乱れるとき北斗現ると聞く。ならばお前と戦うのが俺の宿命。貴様、女、お前に最強の男というものを見せてやろう。なぜ構えぬ。俺の剣、なんと鳳凰剣に構えはない。構えとは防御の型。我が剣にあるのはただ制圧前進のみ。来ぬのならこちらから行くぞ。来るがいい。お前は下がっていろ。この俺を倒すことができるかな。この体に北斗神拳は効かぬ。サウザン、貴様の体の謎は見切った。ならばもう一度打ってみよう。心臓の位置も逆、そして飛行の位置も表裏逆。それがお前の謎だ。これまで。
お前の負けだ。この町から去れ、サウザ。何？ケンシロウさんの言う通りです。聖帝殿、お引き取りを。女、この俺に命令する気か？貴様、無事か？ジャグル、それにあなた方は？サウザーよ、エデンに侵入したお前の部隊は我々の手によりほぼ壊滅した。残党も今や敗走しておる。なに？引くがいい、サウザー。これ以上ここで戦ってもこの町は手に入らぬ。おい、このままこいつを逃がすっていうのかよ。サウザーよ、あなたは投降するような方ではない。だがこれ以上戦っても何の利もありはしない。サウザーよ。ケンシロウ、一つ聞こう。なんだ？俺以外にもこの先エデンは様々な軍勢に狙われるだろう。ケンシロウ、お前は愛のためにそのすべてを相手にするというのか？ああ。よかろう。愛などというくだらぬものでお前がどこまでやれるかしばらく見物することにしよう。せいぜいあがいてみせるがいい、ケンシロウ。いいのかよ、貴様。あのまま逃がしちまって放っておいたらまた攻めてくるんじゃねえか。今はこれでいいのです。あれ以上戦ってもお互い無駄に血が流れるだけです。あなたもこの町を守ってくれてありがとう、レイさん。お怪我の方は？大したことはない。だが聖帝サウザー、奴は必ずまたここを狙ってくるだろう。へっ、その時は俺たちが叩きのめしてやるぜ。しかし、キサナの気丈さ、さすがはエデンの聖女といったところか。あのサウザーを相手に全くひるまないとはな。キサナ、怖かった。どうしちまったんだ、急に。
私は弱い。父のようにこの町を守ることはできない。今回だってケイシロウさんたちがいなかったら今頃この町は聖帝軍に。私のような力なき者は統治者として失格です。貴様、お前は一人じゃない。多くの仲間に慕われ、そして見守られている。そんなお前こそがエデンの光となって民を導ける存在なんだ。父を超えようなどと思う必要はない。キサナ、お前はお前のやり方でエデンを守ればいい。剣の言う通りだ。お前を苦しめる奴は俺がやっつけてやるぜ。俺もアイリもお前には世話になっている。力が必要ならば遠慮なく言え。皆さん、ええ、ありがとう。